サモコフは、ブルガリア南西部にある、ソフィア州の町である。リラ山脈とビトシャ山の間の盆地に位置し、首都のソフィアから55マーク離れている。冬季スポーツに適した立地であるため、近隣のボロベッツと共に観光地となっている。かつては、手工芸や絵画が盛んで、ザハリ・ゾーグラフ、クリースト・ディミトロフ、ニコラ・オブラ・ゾーピサーブ等の著名なものもいた。町の名前は、 おのおの、事故を意味する言葉と、火事場、ハンマーを意味する言葉の複合語であり、また、水力による、機械探造を意味する、サモコ部に由来する。これは、中世の時代には、この町が、製鉄の中心地であったためである。サモコフの創設は、14世紀に、サクソン人工府により、鉱山街として始まったと考えられている。1455年に、 初めて言及され、1477年には、オスマン帝国により、ブリーコブサモコブとして登録された。サモコフからは、きめ細かく、印象的な木彫りを作成し、美しいイコンを描き、ユニークな建築を構築するスキルが認められた、東大最高の交渉、木彫師、建築家が何人か生まれている。実際、サモコフには、 当時この地域で有名な三つの木彫り学校のうちの一つが所在していた。彼らの作品はバルカン半島中の多くの教会や文化施設で見ることができる。16世紀から17世紀にはこの地域での鉄抽室の中心地に成長し、西洋の旅行者はかなり大きな都市と記している。1565年から翌年までの間に、 サモコフからベルグラードに2万個の停鉄と3万本の国が送られた。ポモリエ等の国会映画の造船所向けの怒り等の材料の生産も行っていた。木材産業も発達していて、1573年にはメッカに300本の針を輸出した。バスケットボール、バレーボール、ボクシング、レスリング。 柔道等のための近代的な大きな体育館が2008年3月8日に開館した。その費用は1600万レフト見積もられている。クロスカントリーコース、小さなアルペンヒル、スノーボードパークを備えたスキー場もある。また、ブルガリア唯一のスキージャンプ台であるチャーニアコスもサモコフにある。K 点40メートルのかなり小さなジャンプ台で45メートルまでジャンプできる。 また非常に古く回収が必要である。PFC リルスキスポルティストサモコフという地元のサッカーチームがある。欠片の気候区分では DFB となる湿潤大陸性気候で年平均気温は約摂氏9度である。リラ山脈六の標高950メートルであることと大陸性の地中海性気候に近接していることの 両方が気候の形成の強い要因となっている。夏は非常に暑く、日が照って乾燥していることもあれば、暖かく湿気の多いこともある。一方、服は比較的穏やかで湿気が多く、積雪が多いが、より寒く乾燥することもある。春は涼しく湿気が多く、秋は晴れて暖かい日が多い。ニコラ・オブラ・ゾーピサーブが描いた南極地域の サウスシェトランド諸島にあるリビングストン島のサモコフ級はこの町の名前にちなんで命名された。ウィキメディアコモンズにはサモコフに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。